菅谷健一郎は、日本の政治家、茨城県小賀市長、茨城県議会議員、総和町長などを歴任した。茨城県小賀市出身、茨城県立小賀第一高等学校を経て1975年3月、東海大学政治経済学部卒業。38歳の時に市長になろうと決意し、1992年、総和町長選挙に出馬するも落選。 1996年の町長選挙で初当選。2000年に再選。2004年の町長選挙で、白と中久に敗れる。2005年9月12日、旧小賀市と総和町、三和町が新設合併、現在の小賀市となる。これに伴って行われた小賀市長選挙に出馬するも落選。2009年の市長選でも落選。 2010年12月12日に行われた茨城県議会議員選挙に民主党公認で出馬し初当選。2012年11月19日、リコール運動によって白戸中久市長は辞職。翌12月の出野市市長選挙で前職の白戸を破り初当選した。2016年の市長選で落選。2005年10月16日執行。 総和町長の白戸中久、新市誕生まで9個が市長を務めていた、国母忠だらと戦うも落選。当日有権者数、116,759人。最終投票率 60.、60.244%2009 年10月4日、執行。4年前と同じ顔ぶれとなった選挙。時点で落選。当日有権者数、117,227人。 最終投票率 57.51%2012 年12月16日執行。市長辞職により行われた市長選挙。菅谷は、シラトのリコールの発端となった翌夏の着工を予定する事業費125億円の文化センターの建設中止を訴えて出馬した。一方の辞職したシラトも自由民主党と公明党の推薦を得て出馬。 菅谷は4度目となる白戸との戦いに、ついに勝利した。当日有権者数、11万7436人、最終投票率 64.、64.71%2016 年11月27日、失効。元市議の針谷力に敗れ落選。当日有権者数、11万9027人、最終投票率。 47.42%2020 年11月29日、執行。帰り咲きを目指したが針ヶ谷に敗れ落選。当日有権者数117,624人、最終投票率45.99%。ありがとうございます。